こんにちは、ハグロノートの加藤です。今日はこちらトンミョアップに来てます。トンミョアップっていう、まあ、トンデムンの一個隣の駅ですね。こちらすごい古着ショップがめちゃくちゃあるところなんですよ。ただね、古着といってもちょっとご年配向けかなこの街に来ると分かると思うんですけど、おじさんばっかりなんですよおじさんばっかりの街なんですけど、おしゃれな服も売ってて、番組でビッグバンの G ドラゴンさんとかが来たりしてる街ですね。まああの人が来たら何でもおしゃれなんですけどちょっと僕もこのトンミョアップでちょっとおしゃれな服を探してみようかなと思いますので、今日ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとね、今友達と待ち合わせしてるんで、ちょっと友達と合流して一緒にちょっとここの街の買い物をしてみたいと思います。では行ってみましょう。こういう感じで道に市場ができてるんですよ。まあちょっと見ていただいた通り、おじさんばっかりですよねちょっと年齢層高めで、服もどうだろうな、おしゃれなの見つかるかな。頑張って探します。あ、ここ見ますか。あ、動くか、すげえ、見てみよう。合うかな。いろんな、もうほんと古着すごい。で、ここ結構安い。あ、そうなんだ、すげえ、いいな。トン5兆円。あー、トン、ライダース兆円ライダース兆円イロンゴイロンゴチャイゴ。あ、そう、日本のやつもあるんですよ。あ、本当はイルボン。すごい。すげえ。すごいですよね。初めて見た。もう読めないですね。こんな感じ。ねえ。これが何円だ？わからない。読めません。読めません。1円。1円だね、1円。1916年だ。いや、わからない。高いですよ。すげえ。これもなんか普通におしゃれなショップやな。ちょっと行ってみて。あ、そう。ああ。どういう色がいいですか。いや、今ね、もう濃いジーパン履いちゃってるからな。赤とかどうですか。赤。行くね、行くね。超派手じゃない。めっちゃ似合いそうなんですけど。いやいや、赤似合うか。でかいし。だよ。赤は派手やろこれ。めっちゃかっこいいけど。いやいやいや。いや、これはでかい。でかいよこれ。カトナック。そんな派手なのは思ってないな。まあまあまあ。あ、コートもある。韓国っぽくないこのでっかいやつとか。本当だ。俺も着てみたいのかな。より韓国人っぽくなるよね。ですね。着てみる、着てみる。はい、着てみます、着てみます。おお、おー、いいじゃん。あ、似合う似合う似合う、全然似合う、めっちゃいいよ。うわ、羨ましいな。どうだろう、似合うかな。めちゃくちゃ韓国人っぽくないこれ。すげえ韓国人になった気がする。どうだろう、ちょっと肩あれかな。何
行こう。すげえ。日本でもよくやる店頭販売の客引き。すげえうまいんだね。なんであんなにドリルでちょっとドリルでこんな集まんない人が。あれはめちゃくちゃ、めちゃくちゃいいドリルなんだよ。いや本音でやったら集まんない。集まんない、集まんない。ここめっちゃおしゃれなショップ、いいな。やっぱ価格はここは書いてない。多分交渉するんだ。すげえ、こっちにもお店がいっぱい。返せ、売りが。マスク、超おしゃれなマスクって。すげえ。シャネル。ねえ。いいのかな。でおしゃれだよ。いや、こっちもすげえあるね。こっちあんま聞いたことなかったな。すげえある、ね。あ、いいな。これジムに行く服もさ、あんま。そっか。なくて。これとかどうですか。この辺のやつ多分いいやつだと思うんだけど。かっこいいやつ。しかもこれすごいもん。安っ。めちゃめちゃ多いですよ。めっちゃいいよ。普通でもちょっとでかいな。ぴったりぐらいがいいんだよな。ちょっとどうですかこれ。いやタンクトップ、それはね早い。これはね早すぎる。恥ずかしい。もっとムキムキになんなきゃ。もっとムキムキになんなきゃいけない。うん、これも5000も。5000ウォン、500円ですよ、ジーパン。すげえ。いやー、こっちもほんと安いな、マジで。しかもなんかさ、もっとおっさんの街だと思ってたけどさ、結構若者いけるね。全然いけるね。そうなんだよね。おっさんしかいないけど、お客さん。確かに。あ、てかね、本でより買いやすい。本ではね、もう向こうが積極的にガッてくるからさ、買いづらいんだよね。はい、トンミアって買い物をしてきました。ロングコートですね。ロングコート買って、もっと他にもね買いたかったんですけど、ちょっと多分ねまた来ますね。ソウルってこっからまたものすごく寒くなるんですよ。冬はめちゃくちゃ寒くなるんで、もうそうなった時にまたちょっと買いに来ようかなと思ってます。いやー、こんなにめちゃくちゃ楽しめるところがあるとは思いませんでしたね。もっと本当おじいちゃんしかいない街だと思ってたんで、まあ見ての通りおじいちゃんばっかりじゃないですか。若者の服ないだろうと思ったらめちゃくちゃありましたね。本当楽しかったですね。すごく良かったです。なのでカップルでも買い物来ても楽しいと思いますし、あ、まあ女性物の服はそんなにはなかったかもしれないですけど、男性は楽しめる場所だと思うんで、よかったらデートにも韓国旅行に来た際は行ってみてはいかがでしょうか。では今日も見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。よかったら次の動画もご覧ください。そしてチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。じゃあね。